県岸伝一は日本の都市計画家、土木技術者、政治家。1935年に創刊された雑誌、区画整理の表紙を飾った標語として知られる、土地区画整理は都市計画の母の造語を生み出した。1899年、愛知県庭郡、保定町の中小製紙工場の家に生まれる。岐阜市立岐阜商業、名古屋中学校。 第八高等学校を経て、1925年、東京帝国大学工学部道木工学科卒。内務省に入り復興局技師となる。その後、愛知県都市計画技師に転出。1936年、三重県に移り、都市計画課長となる。巨大コンビナートを生み出す四日市市などの都市計画を立案。1942年には、 東京不動路課長に、1943年には埼玉県土木課長に就任する。1946年、内務省国土局に転じる。1947年、全日本建設技術協会委員長として、無所属で参議院議員に当選。1949年、50歳で日本共産党に入党、全県委員長を辞任した。 土地区画整理事業に携わる中で、経済学が必要であることを痛感し、マルクス経済学に深く浸透していく。また、愛知県時代から雑誌、区画整理の発刊を推進し、その相関と習慣に自ら字を書いている。かねてから、館長技術者の地位が低いことを嘆いていたため、内務省系の土木技術者の地位向上を目的とて、 発足した全日本建設技術協会の創立を推進し、同年12月結成して初代委員長に就任する。協会は国会に対し建設省設置を要望したが、その実現に政治力の必要を痛感し、その結果自身が国会に転出。1948年1月、まず建設員が発足し、同年7月、 建設省の設置へと導き、赤岩勝村との議官運動で、岩沢忠隆を初代事務次官にすることに成功する。共産党入党後は、国土開発と国土保全、水害対策、自治体闘争などに関わることになっていった。ありがとうございます。